今月もやってまいりました赤べソフト2チャンネル放送11、司会は、先月からだいぶ花粉症がましになりました、褐色大好き天の声です。よろしくお願いします。まだ元気なくない？元気なくないですか？いや、あの完全に何言うか今ノリで決めたから。でも先月もそういえば花粉の話したなって思ったんですけど、まあでもだいぶね症状がましになってきたんで、あの嬉しい限りです。よかったですね。はい、ありがとうございます。はい、では、それではですね、次みゆきさんから自己紹介お願いしたいと思います。お願いします。はい、レクターのみゆきです。はい、やっと暖かくなってきて噛んだね。散歩の回数が増えました。今回も、はい、声を張り上げて頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。張っていこう。どんどん張っていこう。声が小さいってよ。そうね、前回あの稲田さんと蚊が飛んでるみたいな。あの下にテロップを出さないとあの分からないっていう事態が。全部テロップ付きでしたね。そうね、ちょいちょい。いや、張っていこう。張っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しまーす。はい、では、次。はい、 HD 後藤です。いつもカメラの後ろからみんなを見てます。よろしくお願いします。分からんねえ。いやね、台本にですね、はい、あの自己紹介とだけ書かれてあって、その次のセリフにツッコミって書いてあるんですよ。はい、あ、私のところに僕にツッコミって書いてある。はいはい、後藤さんに鋭いツッコミって書いてるんで。そうそう、これはね、これが茶番というものかなと。おい、台本考えた人、あ、台本って言っちゃった。考えた人に謝った方がいいと思います。先生、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、もうお気づきかと思いますけれども、本日はですね、ゲストにお越しいただいております秋空もみじ先生と、あさみ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、軽く自己紹介をお願いします。はい、YouTube になっては初の出演ゲストですね。はい、もう一回いいですか？もうダメだ、ダメだ、負の連鎖、負の連鎖だ、ごめんなさい。じゃあ軽く自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、YouTube 初出演になります。命のスペアと、働く大人などの原画を務めました秋空もみじです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。最近のマイブームなんですか？マイブーム、最近ですか？ぶっ込みますね。ぶっ込むよ。ですか、もみじ最近やってないんだ。ジム行ってます。そうか、肉体改造ね。趣味ジム。趣味は肉体改造ということで。肉体改造。そうですね。健康。いくつだっけ？あれ。じゃあそうですね。肉体改造がマイブームの森先生ですけども、今日はじゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ浅見先生自己紹介お願いします。はい。YouTube になって初めての参加になります。愚者の教鞭とプリティケーション2の原画担当しました浅見浅見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ同じ流れでマイブームを教えてください。マイブーム。うん。今日ね、原稿ばっかり出ましたね。おっと。最近ちょっとイベントHuluで、はいはい、ハンニバルのドラマ版を見てたんですよ。はい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 。すごいハマってて。海外ドラマに。ですね。ハンニバルにハマってらっしゃる。今 X-Files 見たいな。今更しかも初めて X-Files 見た。こんなんなのかって。意外とモルダー疲れてないっていう話を聞いたんですけど、本当ですかね。意外と疲れないあいつっていう話を聞いたんで、はい、まあどういう感じか分かんないですけど、こんな感じで今回も進めていきたいと思います。はい、少々お待ちいただいてよろしいですか？来たねー。これ入ってっていいんですかね？大丈夫、全然大丈夫ですよ。自己紹介とかしたっていいんですかね？はい、全然お願いします。そうだ、忘れてた。忘れないでくれ。そうだ、忘れてない。2回目の出演になります。はい、赤目と申しますね。はい、よろしくお願いしま す。赤目ちゃん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目の登場ですね。2回目ですね。はい、赤目ちゃん、じゃあマイブームなんですか？マイブーム、はい、考えとけばよかったね。この流れ。はい、中島大河さんのですね、はいはい、ツイッターを覗くのが最近趣味になっておりまして。ああ、なるほどなるほど。リプライとか、その、はい、タイガさんのツイートとか、はいはい、タイガさんに届いたダイレクトメッセージとか、そういうのを見て、うん、あ、
この人はなんでこんなにツイッター好きなんだろうなと仕事すればいいのに仕事すればいいそんなことを考えるのが最近ですワカメがタイガー先生のファンになってないですね。ちょっとストーカーキスまでファンになってる、ね、ワカメは基本的にタイガー先生の机の上にいますね。あ裏から見たら手作り感ダンボール貼ってるですねダンボール貼ってるもうなんかDIY 感ですよ今流行りだね。そうそうそう流行ってるから。そうそうそう、モヒカンのこけしパッと見後ろから見るとね、青いモヒカンのこけし。はい、じゃあ、こんな感じでですね、今回も始めていきたいなと思っております。はい、ではよろしくお願いいたします。皆さんよろしくお願いします。はい、ではですね、早速ですが最初のコーナー行ってみましょう。それではみゆきさんよろしくお願いします。はい、今月末にキャラクター1の企業ブースに出展するのですが、はい、サンプルが届きましたので、はい、一つずつご紹介したいなと思います。何から見せる。じゃあ一番最初に上に書いてあるタペストリーからいきますか。タペストリーから。はい、すみません、赤嶺さんお、かわいい、綺麗ですね。健全なイラストですね。うん、健全。これサイズ B2 ですかね。 B2 です。なるほど、ニーズマラブリケーションからので3人いるんで、ちょっと発色は抑えめで、うん、赤みを抑えた感じ。なるほど、じゃあ続きましてタペストリーバージョン2。続きましては、はい、おっとおこいつはこれは光が仕事するやつですね。そうですねこれはちょっとお父さんお願いしますよお尻とかを強調したいなと思ったんで赤みを強めで出してます。なるほど、タペストリーは今回2種ということですね。はい、ニーズマラブリケーションからのタペストリーが2種ありま す, です、はい、で続きましてアクリルキーホルダーですね。はい、ののちゃんかわいい、いいですね。なんかヨーヨーみたいな感じの、うん、丸くて、そして結構大きいっていう。でかいですけど、サイズ何センチなんですか。10センチなんですけど、10センチをどうやったらこう、ね、手のひらサイズまんべんなく使えるかって思って、うん、球体だなって思って、うん、もう浴衣 の, あのビジュアル使うって決まってた。あ、そうなんですね。でも丸って言ったらヨーヨーしか思い浮かばない。ヨーヨーっぽくて可愛い、夏っぽくていいですね。ちょうどあのイメージカラーとかにも、あ、そうですね、キャラのイメージカラーにも気がして。続きまして、アイコさんですね。後藤さん大好き、アイコさん結婚したい。まあ、好きっていうか結婚したいですよね。好きちゃうんか。アイコ先生はピンクなんですね。ピンクです。かわいい、いいですね、かわいらしい。続きまして、ゆきちゃん。ゆきりん、いいですね、イメージカラーの青が爽やか、うん、これいいですよね、夏っぽくてですね、夏っぽくて、うん、今からの季節にちょうどいいのではないでしょうかという、うん、ちょっと大きいかなと思ったんですけど、多分これだったら結構おしゃれなんでね、うん、つけれるんじゃないかな。結構ね、だって今カバンとかにつけてる人多いですからね。そうですね、確かに、うん、好きなものは主張したがる。そうですね、確かに。クリアファイルですね。あ、クリアファイルはこうねそう、最近そっちの方が良かったじゃないかはい、クリアファイルはニーズマラブリケーションからのアイコさんのお花見、ね、お花見デートのやつですね。今の季節にいいんじゃないかな。そうですね、普通のクリアファイルですね。両面印刷なんですね。おお、ハートが、ね、ハートがワンポイントです。あ、かわいいですね、端っこの方が、うん、はい、映りました。はい、続きまして缶バッジあります。これも大きいの、手のひらサイズぐらい、6ぐらいです。一回りちっちゃいぐらいですかね。まあでもこれも割と大きめの缶バッジ で, こちら後ろ側のクリップですね、ピンがついてる。ああ、なるほどですね。特に引っ掛けられもするし、ピンで止められもする。いいですね、ワイシャツのポケットにつけれますね。そうですねそうなので、企業勤めの方におすすめですね。俺の間違いなく解雇ですけど会社が和やかな雰囲気だと思います。のもちゃんですね、これ。和やかになるか、解雇が開かれるか明らかに疲れてます。そうね、モルダより疲れてますね。モルダよりは部長の方が疲れてるから。これは愛子さんですね。愛子先生ってやつですね。怖い怖い。ほのかちゃん、ほのかちゃんがこういう風にです。愛子先生って言って言ってますけど、かわいい。
なんで？なんで今黙るの？これ3個セットなんですか？単品なんですか？これ1個ずつですね。1個ずつの。はい、じゃあクリアポスターです。はい、クリアポスターです。これちょっと綺麗ですね、これ。僕の手では。メインビジュアルとゆきちゃんですね。発色がすごくいいですね、これ。クリアポスターの白い壁とかに貼るとまた色が出るんです、ね。以上のグッズがくじ引きで。くじ引きですね。そうですね、くじがあるんですよね、あれ。作ってましたもんね、みゆきさん、この間。手作りですよ、ね。あの、ボールにしたんですけど、ボールにマジックで書いてて、缶バッジ、缶とか書いてたんですけど、ねみさんが、はいはい、ホームページを作成してくれるときに、はい、アルファベットでしてくれて、あー、なるほど、全部消したんですよ。 A 賞、B 賞、C 賞みたいな。あー、なるほど、なるほど。缶とかね、そうかポとか書いてたんですけど全部消して、うん、A とか書いて、うん、なんで この発想が最初に出てこなかったの悔やまれる、そう、うん、恥ずかしいなって。いやポはやばいなと思って。そうね、ポーはやばいですね。ポーって何だったんですか？ポスター。そうそう、あ、ポスター、あ、クリアポスターのポー、クリアファイルとクリア ポスターがあ、そうかそうかそうか、両方クになっちゃうから、そうそうそう、ポスターとクって書いてたんです。やばい、こっちもクだって思ってポって書いたんです。なるほど。ホームページの方公開されてるので、そちらで詳しく、はい、そうですね、見ていただけたらなと思います。はい、皆様当日は101まで赤べブースお越しくださいますようお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。同日に、はい、同じ場所で、はい、コミック市、はい、11が開催されておりますね。浅見先生と萌実先生も出られるということで、はい、参加します。はい、4月の30日の日曜日ですね、コミック市が開催されて、そちらで浅見先生と、萌実先生もサークル参加されているということなので、うん、赤部ブースに来た際にはぜひそちらにもご参加よかったらお越しいただけたらなと思いますので、ニーズマグッズはあの先生たちにちょっと見せびらかしに行ってください。どれが当たったか、そうです、くじ引きの結果をね。それね、コミック1、キャラクター1、はい、それぞれ、よろしく、当日ご参加される方はですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続きまして、久しぶりのみんなで遊ぼうのコーナーをやってみたいと思います。高めて書いてたの忘れてた、まあいいや。今回はですね、コーナーがイラスト謎解きで遊ぼうのコーナーです。今回このコーナーはですね、赤部ソフト2のとある画伯からいただいたイラストに書いてあるヒロインがいます。で、そのヒロインが誰なのかを、今いる赤部ちゃん、もみ先生、みゆきさん、私、あさみ先生で推理して描きます。当てるだけじゃない。そう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 。絵の上手さもね、ちょっと採点の基準となるんですよね。え、下手だったらダメなんですよね。もうだって勝てないですよ。いや、わかんないです。そのキャラクターが合ってないとダメなんですよ。まあ、そう、合ってて、なおかつみたいな。はい、早速なんですけど。はい。いただいてきたんですよね。画伯に。とある画伯に。これもらった時に見たんですけど、はい、まあ別に死ぬほど下手ではないんです。誰か分かるんです。でもチラッと見たけど死ぬほど下手じゃないですか。10秒ぐらいにしますよ、とりあえず。9秒。時間制限あり？マジで？10秒じゃ。じゃあ10秒だけイラストを。皆さんで、こちらが画伯のいただいたイラストです。どうぞ。はぁ？わかるでしょ。カナンダム。はいはいはい、はい、簡単、はいはいはい、これは。はいはいはい、はい、一瞬でわかった。じゃあね、ちなみに大好き。目が手になってる。はい、はい、じゃあ、はい、お絵描きタイム。はい、じゃあスタート。はい。水。じゃあ。
見ながら書いていい？それダメ。怖いですか？それダメなやつ。ダメなやつ。ダメなのいいの？ダメダメ。ダメ。ダメですよ。そんな。どんなだと覚えてないよ。ちゃんと。黄色服ですよね。さっきのね。あれ髪型？あれ？これ一発目できるかな？何かしら。どうしよう。答えをチャリチャリ入れたよ。いや、なんでもないです。なんでもないです。大丈夫です。片目から見て今左がありますね。すごく目立たない人になりますね。カンニングか。あれカンニングしていいですかこれ。ダメ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 。あるなと思って。懐かしいな。ルイトモコミュとか。超懐かしい。拾われる。多分。うん、声切って10倍速とかにするかもしれない。あ、これちなみに書きに書いてくださいって画伯にお願いした時に、画伯はこれはあのちゃんとそのイラストを見ながら書いたんです。ホームページ見ながら書いた。ホームページ見ながら書いた。それこれでも、うん、分かるよね誰か。まあ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 、まあ、そうですね。はいはい、どうぞ。では、はい、それぞれ書いたやつを発表していきますか、はい、じゃあ我こそはと思う自信がある人います？挙手。はい。はい、天の声さん、はい、いい返事。はい、いい返事。います。もうね、こういうのはね、先に出してね、はい、恥をね、もう書いておけばちょうどいいんですよ。はい。はい、天の声さんが書いたイラストはこちらです。じゃじゃん。好きだよ。ああ、可愛いですね。毒舌言わなそうな付き合い。可愛いですね。好きだよっていう。これ月だよってのはバカ月の声の月。そうです。声の月ちゃんで、おー、私はファイナルアンサーです。あ、そう、これ答えは最後に言うべきなのかな。そうですね、うん、最後に言っておきましょう。はい、はい、じゃあ次はやったー、はい、みゆきさんのイラストがこちらですね。こちらです。画伯の絵はすごい闇が深かったんで、そういう感情の女の子なのかなと。なるほど。これ眼帯どっから来てるの？どっちが眼帯だろうと思ったんですよ。あ、両方眼帯に見えたんですね。そう、なるほどね。ちょっと大きさ違うし、ね、サングラスかなと思ったけど、サングラスだとちょっと怖いなと思って。これは これは誰ですか、ちなみに。あ、もう分かんなかったです。はい、見たことあるなと思ったんですよ。赤月の声のあの子だろうなと思ったんですけど、名前も知らないしキャラクターも知らないから、ちょっともう次は、はい、そうですね、じゃあもみじ先生の、はい、じゃあもみじ先生の、はい、今はこれだと思ってます。なるほど、はい、先ほどのイラストを見て、はい、こちらでございます。かわいい、かわいい、普通にかわいいよ、うん、これは誰か。ユリカです。メイド服だったので。ああ、え、あの画伯の絵がユリカに見えた。いやでもね、特徴はそう。あれ、なんだろう、特徴はね、近しい気がしてきた。ほら、確かに見えなくもない。遠くない、遠くない、遠くないです。あのエビフライどこ行ったんですか？エビフライはこれだから、ポニーテールの尻尾なのかなっていう。それ見た時、それエビフライ分かんなかったです。何かなみたいな。黒模様か何かに見えたかもしれません。ちょっと服どこ。そう、なんか服との融合。そうですね、ゆりかちゃんに可愛い。じゃあ、あ、かめちゃんからいきますか。またちょっとさ、はい、訴えられるの？訴えられる。いいですし、ヘッドドレスついてますし、ジトメにもなってますし、これはもう孫うことなき、あの毒舌メイドの月ですね。なんだろう、眼帯見たのよ。眼帯に見えて、眼帯かみたいな。これ両目眼帯。また眼帯。これはちょっと深く描きすぎただけですね。これ眼帯じゃなくて目。月を持っている辛い過去を表現してみたんですね。あとナースキャップに見えるんですよね。そうね、ナースキャップに見える。それは描いてる時ちょっと思いましたね。エッチなナースのお姉さんとかです。はい、かわいいメイドさんですね。かわいいメイドさん。じゃあ鳥の、じゃあ鳥の浅見先生ですね。あ、合ってるかな。さ、いや、めっちゃ合ってるじゃないですか。一緒だとは思うんで、はい、あの3人大正解でしょ。これは誰ちゃんですか？赤月の声の月ちゃんですね。はい、はい、なんですけど、はい、なんですけど、かわいい、かわいい、すいませんみたいな。もうもう、ね、ごめんなさいとしか。キャラをイメージ表現しますね、毒舌キャラを。かわいい、私も怒られちゃう気がするこれ。あ、じゃあこんなミニキャラでいいよ。じゃあ正解を発表しましょうか。正解は、まあ、正解はもう火を見るよりも明らかですが、正解は、はい、あのもう暁の声の月さんでした、ね、はい、あですね、うん、じゃあ4人正解。あ、4人じゃねえよ、間違えた。4
4人じゃねえ、3人正解だった。3人正解だった。やったなんだろう、やったんだけどこう、なんだろう、傷を負った感じが、やったんだけどやってない感ありますよね。わかります、うん、なんかこう、でも誰が一番わかるかって言ったら、いや、あさみ先生、天の声さんか。いや、あさみ先生ぶち切りでしょ。ぶち切りでしょ。ぶち切りでしょ。私のこれだって、あの、何でも言えますもん、これ。なんかあれですよ、これがあるせいで多分すごいですよね、すごい。好きだよって書いてある。これはなんかボールが飛んできてるみたいな感じ。どういうことですかね。鼻と口が書いてる。あ、そうだ、鼻と口が、ね、あ、鼻。これ、これ。怒られる。優勝は、はい、じゃあ優勝は浅見先生でございます。優勝商品は、優勝商品は、じゃあそのこけしを、こけしこれ名前熊谷さんっていうらしいですね。なんだろう、怖い。悔しくない？いや、私これを突き止めることが、正解を見つけたんですよ、あの子でしょ。そう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 、マグカップの子ですよね。あ、すごい。あ、本当に正解を見つけたんですけど、浅見先生と私は違うところの正解を見つけた。そこにもある。あれか、あれか。そう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 、別のゲーム。以上で、はい、じゃあ、イラスト謎解きのコーナーでした。ありがとうございました。はい、では、プレゼントのコーナーに移りたいと思います、はいはい、YouTube になってから初めてですね、プレゼントコーナー、はい、ちゃんとしたやつ、はい、では、今回のプレゼントを紹介していきたいと思います。今回のプレゼントはなんとお洋服です。お洋服というとちょっと語弊があるかもしれませんが、社内に保管してありました、各作品の、衣装、コスプレ衣装ですかね、を、今回プレゼントさせていただきたいと思います。はい、で、一つずつじゃあ紹介していきますか。何が、はい、はい、はい、エントリーナンバー1は置き場がない。置き場がない。ちょっとスカートにシミが、そうですね、若干シミがついているものですね、になります。はい、で、エントリーナンバー2、こちらがラブシックパピーズの衣装ですね、なります。こっちもちょっとシミが、うん。エントリーナンバー3が、あかねちゃんの衣装、一番最初の衣装ですね。そうですね、あかねちゃんの一番最初のイラストの衣装になりますね。エントリーナンバー4が、人選上の魔王の衣装になります。はい、以上の4点ですね、はい、今回プレゼントにさせていただきたいと思います。見た通りクリーニング済みです。染みついてたやつがあったから写真撮れないかったんですか。昨今のクリーニング、でもクリーニング出しでも何年後とかのとかちょっと当たったりとかして汚れたんで、ね、まあだってクリーン多分出して5年とか平気で経ってるやつですね。こちらの衣装なんですけれども、折れとかですね、シワとか、あの、若干の汚れがあるもの、あの、先ほどもちょっとお話があったんですけど、まあ、汚れなどがちょっとついたものがあるので、こちらをですね、ご了承いただける方のみですね、ホームページのメールフォームから、メールで、あの、応募していただけたらなと思いますので、こちらのコスプレ衣装のキーワードを、プレゼント希望の方はキーワードをですね、メールに明記して送っていただきたいと思うんですけれども、キーワードどうしましょうかね。じゃあ好きだよーでだろうなって思いました、はい、じゃあ好きだよー、コスプレ衣装ご希望の方は、カタカナで全部好きだよーと、あと何のコスプレか、あ、そうですね、希望の衣装を明記していただければ、あの、希望者が多いから抽選、はい、という形になりますので、ご了承いただけたらなと思います。ゲストで来ていただいたお二人ですね、先ほど、あの、色紙にね、イラストを描いていただいたので、あの、ある程度させていただいてるかと思いますけれどもあの、こちらにですね、ちょっと、あの、サインとか入れていただいてねちょっと、あの、プレゼントにさせていただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはできるやついいですね。えい、うるさいうるさい、頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょっと引っ張って早すぎて全然大丈夫です。間髪入れない感じがね、はい、じゃあこちらにですね、サインを入れて、あの、それぞれプレゼントさせていただきますのでですね、じゃあ、このプレゼントのキーワードをそれぞれお二人に決めてもらえたらなと思うんですけど、自分からでお願いします。ゆりかだよ。ゆりかだよ。ゆりかだよ。それ、はい、全部カタカナですか。漢字入れます、まあ、言葉が分かれば大丈夫です。
大丈夫ですか。浅見先生の態度をなくしていく感じです。あ、やべ、浅見先生うちに持ってきちゃった。いや、全然普通ので大丈夫ですよ。もう何でも大丈夫なんでね、浅見先生も、はい、もう大丈夫なんで、なんかじゃあお好きなキーワード決めていただけたらと思います。内緒だよ。内緒。そうですね。そうですね。どうかここだけのネタにしていただきたいっていうところ、そうですね。他に内緒にしててねっていうところも含めて、まあ内緒だよっていうことですね。これもひらがなでもカタカナでも漢字でも内緒だよ。こちらのキーワードですね。衣装を希望の方は好きだよ。自分で言っててなんかちょっとあれだ。はい、もみさんの色紙ご希望の方は、ゆりかだよ。あさみ先生の色紙ご希望の方は内緒だよってことで。はい、じゃあキーワードをこちらですね、書いていただいて応募をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では今月は以上となっております。皆様今月もありがとうございました。皆様お越しいただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本当ですか。本当に次も誘いやすい。承認欲求すごいから、なんかどんどん聞いていくの、こういうの。承認欲求すごい。本当に本当に嘘ついてない。認められたい、認められたい。こうニコ生とは違った感じがします、ね。そうですね、編集聞くからね。そうですね。失敗できるのは。そうどんな風になるんだろうみたいな。そうこれね、編集が入るとまたちょっと違った味になるからね、後藤さん。これ再生すると恥ずかしいです。そう無理だ、無理だ。めっちゃ分かる。はい、では、エンディングなんですが、それぞれ何かお知らせすることなどありましたらと思いますが、で、お二人はあれですよね、コミック市と一緒に絵師百人展にも出ておられるということで、今回のテーマは融合でしたよね。そうですね、融合ですね。ですよね、はい。すげえ、赤みちゃんいますもん。はい、なんか持ってきていただいてるんですか。あ、ワンフレット。おー、そうですね、今回の絵師百人展のテーマ融合ですね。アップしてみましょう。これ普通にアップしないと、うん、カメラでアップしないと多分見えない。はい、でこちらに、はい、浅見先生ともみさん参加されて、はい、絵が展示されるっていうことですね、はい、この期間中に秋葉原のどこだっけ、なんか UDX のとこです、ね、秋葉原秋葉スクエアって、秋葉スクエアの方でこの期間展示がされているということなので、ぜひですね、まあ、ゴールデンウィーク期間中ですよね、なので、はい、秋葉原に行かれる方はぜひ足を運んで見ていただきたいですね。はい、はい、でこれに伴いなんとスペシャルイベント、うん、サイン会がお二人の、はい、させていただくことになりました。すごい、楽しいなんかサイン会、はい、サイン会の、あ、全然大丈夫です。ごめんなさい、お願いします。サイン会が5月1日の、はい、1日の、3時から3時からでこれが抽選になりますので、3時より前に多分抽選券を引く流れになると思うので、はい、詳しくはホームページの方を確認していただければ、ね、はい、絵師百人展さんのホームページを見ていただけたらですね、まあ、抽選の詳細だとか、はい、そういったのがお分かりになるかと思うのでよろしくお願いいたしますということですね。お願いします。浅見先生もあれですよね、同日一緒にサイン会を、はい、そうですね、秋戸のみじくんと一緒にサイン会をします。はい、3時からですね、5月の1日3時にぜひご都合のつく方はサイン会にぜひ参加していただける。なんだろうね。今日言葉があんまりうまいな。スタート地点が良くなかったんだよね。疲れが出て、昨日からの疲れが出て、行きたいな。はい、ぜひ皆さんゴールデンウィークはぜひお越しいただけたらなと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では終わりか、はい、終わりか、はい、なんか、いや、あと他しまがんない。はい、じゃあ終わります。はい、はい、じゃあ今月も皆さんありがとうございました。ではまた来月の放送もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。入ってますかね。ありがとうございました。入ってる。本日
日はゲストにですね来ていただいております。もみじ先生、失礼しました。もう一回言っていいですか？ここから赤目はこのハリボテから徐々にランクアップして、ゆくゆくはなんかこう人形とかになるか、ゆくゆくはもうマスコットの三大マスコットの中に入っていくような三大赤目すげえ大御所と並んでますけど大丈夫？ネズミやめてください。怖い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